森春は、ホリプロ所属のフリーアナウンサー。元東日本放送アナウンサー。1991年1月5日、仙台都市圏にある宮城県黒川郡富谷町を生まれ。進む学校として知られるナンバースクールの女子校、宮城県第一女子高等学校に入学したが、在学中の2008年3月に教学化され、宮城県宮城第一高等学校に開祖、解消された。 放送部に所属し、宮城高校放送コンテスト、新人大会アナウンス部門で最優秀賞を受賞。2008年には、第90回全国高校野球選手権、大会宮城大会の開会式で司会を務めた。茨城県筑波市にある、筑波大学人文、文化学軍人文学類言語学主専攻に入学し、THK 筑波放送協会に所属。 第27回 NHK 全国大学放送コンテストの DJA 部門で最優秀賞、アナウンス部門で3位。また、ラジオつくばで、ラジオパーソナリティとしても活躍した。一方で、BS 朝日のニュースアクセス女子大生キャスターを2年以上務めた。2013年3月卒業。2013年4月に、テレビ朝日系列の KHB 東日本放送に、 入社。2017年12月に退社。2018年1月より、ホリプロに所属するフリーアナウンサーとなった。同年3月末まで、従前の KHB 担当番組に出演し続ける。一方、東京都での活動も並行して開始した。2020年5月2日に YouTube チャンネル、森チャンネル、森春香を開設し、不定期にゲーム実況を行っている。 ありがとうございます。